呂津の元プロ野球選手、宇藤右内。2016年のみ、名前の、あきら,あきらを、登録名に用いていた。名前に使われている、あきらの字については、変が、量になる、あきらという表記が正しく、名前のみの登録名にも、この表記を用いていた。美濃自由学園小学校4年の時に、浜市タイガースで野球を始め、雪量中学校では、 ボーイズリーグのヤオペッカーズでプレー関西大学第一高校では1年夏からベンチ入りし遊撃手のレギュラーとなり2年生から4番。3年の春季近畿地区高校野球大会大阪府予選は4回戦敗退。夏の大阪大会はベスト16で初戦の東商業高校戦ではサイクルアンダーを達成する。 2009年のプロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから2巡目で指名。契約金5500万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は、55。2010年には、1番、遊撃手として、イースタンリーグの開幕戦に出場し、遊撃手として、同リーグ公式戦67試合に出場、打率19。190。 二本塁打、十一打点。二千十一年には自身と同じく遊撃を守る松井和夫が入団し、シーズンの大半を二軍で過ごす。イースタンリーグ公式戦では、チームの野手で最も多い七十二試合で遊撃を守り、四本塁打、二十一打点、打率、二百二十。シーズンの終了間際に、初めて出場選手登録され、十月十五日の対、 西武戦6回裏からる撃手として一軍戦、初出場。2012年は、シーズン途中から一軍に昇格し、シーズン終了まで一軍に帯同した。一軍公式戦では、主に終盤で、ダイソーや、内野の守備要員として、起用、通算で21試合に出場する。 2番二類種として1軍発のスタメンに起用された9月14日の対オリックスバファローズ戦では2回表の打席で1軍発安打8回表の打席で押し出し支給によって1軍発打点またイースタンリーグ公式戦では本塁打でリーグ2位対打点で3位打率で8位2013年には春季キャンプ中の紅白戦から好調だったことから プロ入り後初めて公式戦の開幕を一軍で迎えた。開幕直後は二塁手として、左打者の藤田和也と併用されたが、打率。115と低迷したため、4月後半に出場選手登録を抹消。抹消後は、イースタンリーグの監督推薦選手として、フレッシュオールスターゲームへの出場を予定していたが、腰痛を発症したことなどから出場を辞退した。 シーズン2終盤へ一軍に復帰すると、チームのパシフィックリーグ優勝で迎えた、ポストシーズン中も一軍へ帯同。読売ジャイアンツとの日本シリーズでもベンチ登録を果たしたが、出場の機会はなかった。2014年には、オープン戦で打率。297、日本塁打を記録するほどの好調を受けて、2年連続で、開幕一軍を果たした。 4月12日の対チバロッテマリーンズ戦では途中出場ながら3安打を放って自身初の猛打賞を達成。1軍で初めて1番遊撃手としてスタメンに起用された5月10日の同カードでシーズン初本塁打を放つと翌11日の同カードで2試合連続本塁打を記録した。またシーズン終盤には2試合で4番打者に起用。 シーズン全体では、一軍公式戦131試合の出場で、7本塁打、41打点、打率、250を記録した。楽天時代2015年には、春季キャンプ序盤のフリーバッティング中に、自打球を左足甲に当てて骨折。あとに、 全治6から8週間を要することが判明したため、1軍復帰は公式戦開幕直後の4月17日にまで持ち越された。復帰後も3度にわたって1軍と2軍を往復したため、1軍公式戦には通算で62試合の出場にとどまったが、6月3日の対東京をヤクルトスワローズ戦でプロイリアと初の1試合4、アンダを記録。 4度目の登録を機に遊撃手としてスタメンに固定されると一番遊撃手として起用された9月20日の対オリックス戦1回表には自身初の初回戦闘打者本塁打を山崎福成から放った2016年には登録名を本名の西田哲郎から哲郎に変更することを1月5日に発表 一軍公式戦には11試合に出場しただけで、一本塁打、一打点、打率。100と低迷した。なお、シーズン終了後の11月17日には、翌2017年シーズンから、登録名を、西田哲郎に戻すことが、球団から発表。2017年には、遊劇手のレギュラーに、モテギエーゴロー 控えとして、三好匠が定着したため出場機会を喪失。8月になり、三好が骨折で離脱すると、同じく怪我明けのモテギに代わる守備固めやスタメンとして、出場するようになる。しかし、22試合出場、24打席で打率、136、本塁打0、失策2と、全く結果を残せなかった。シーズン終了後、 山下明翔とのトレードで福岡ソフトバンクホークスへの移籍が発表された。11月15日、チームが周期キャンプを行っている宮崎市の IB スタジアム内で入団会見が行われた。年俸1200万円で合意し、背番号は22となり、同日から周期キャンプに合流した。2018年、 内野の控えとして開幕ベンチ入り果たし4月1日にはデスパイネの代ーとして初出場し初打席では初ヒットを記録したしかしその後出番はなく4月4日には一軍登録を抹消された5月25日には一軍復帰し肘痛で調子の上がらない今宮健太の代役で遊撃手として初のスターティングメンバーに入ると今度は レギュラー二塁手だった、本田ダ優一が怪我で離脱し二塁手として、先発出場し時には三塁手や一塁手と、内野すべてを守った。7月3日の大楽天戦では、フルス相手に2年ぶりの本塁打を記録するなど、パンチ力もアピールするなどの活躍もあり、チームに貢献した。特に、クライマックスシリーズでは、ファーストステージは1試合の出場に終わったが、ファイナルステージでは、 今宮の代わりに、レギュラー遊撃手として出場し5試合で、583の大活躍。日本シリーズでは、第6戦では、自身日本シリーズ初の安打と打点を記録する。契約公開では600万増の1800万円で、サインした。2019年、2年連続開幕ベンチ入りをした、ものの左脇腹を痛め4月3日には、登録を抹消。 左脇腹の状態は悪く全治8週間と診断された。7月9日には再び一軍復帰したが、7月26日には、今度は右脇腹を痛め、スターティングメンバーに入っていたものの急遽、メンバーチェンジをすることとなり、工藤君康監督は、対戦相手のオリックス西村特分監督に謝罪する事態となった。翌日には、 登録を抹消されこの年は一軍復帰することができず、一軍定着後としては自己ワーストの出場7試合に終わった。2020年開幕を一軍で迎え、7月5日の対日本ハム戦においてスタメン出場するが、成績が上がらず9月28日に一軍選手登録を抹消される。一軍公式戦の出場は36試合にとどまり、 11月26日、球団より戦力外通告を受けた。12月23日、自身のインスタグラムで現役引退と同時にソフトバンクの広報に就任することを表明した。12月25日、チーム広報に就任することが発表された。内野の全ポジションを守れるユーティリティプレイヤー。趣味はマジック。特技は似顔絵。 楽天入団後の2014年7月21日の対埼玉西武ライオンズ戦から楽天球団公認の応援団が西田の個人応援歌を設定。艦隊コレクション艦これからで使われている通常戦闘 BGM、放来劇戦、はじめ、をメロディーに用いたことがファンの間で話題となった。2018年シーズン終盤の記事では試合前に ベンチ前で行われるエンジンの声出しで、ポケットから取り出したものとかけるダジャレでチームを鼓舞することに注目された。例えば、ある時に石田はポケットから当たり目を取り出し、当たり目のことを当たり目にやりましょうと気合を入れたかと思えば、またある時は、コーヒーフレッシュを取り出し、フレッシュな気持ちで行きましょう。ありがとうございます。